中国でも人気の平野市用神宮寺ゆ太と東米トベファンクラブなぞなぜ、中国は対象外なのか、のかジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏、41、が代表を務める新会社、トベ、2なのか、元キング・アンドプスの平野市用、26、神宮寺ゆ太た、25、が加入してバズっている。しかし、 平野と神宮寺のファンクラブ FC の入会手続きで対象から中国が漏れていることが分かった。平野と神宮寺の FC に入会するにはネット上で戸辺の会員登録を済ませる必要があります。戸辺の会員登録ではまずメールアドレスやパスワード、居住区を入力する必要があります。 居住国を選ぶタブでは、日本をはじめ、アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、大韓民国などの主要国がずらりと並んでいます。また、ウクライナ侵攻の東こと国である、ロシア連邦、ウクライナも選択肢にあります。全部で75カ国から選ぶことができますが、なぜか中国が含まれていないのです。音楽関係者の話によると、 選択肢に中国、中華人民共和国は見当たりません。近年、中国ではエンタメ規制を強めており、それこそ中国人芸能人のファンクラブが規制されたこともありました。その辺の事情が影響しているのかもしれません。平野は中国でも人気があります。6月のニュースポストセブンによれば、現地では奇跡の小さなビスケットちゃんと呼ばれているそうです。 このニックネームは彼の甘い笑顔に由来しているそうです。平野は5月にキング・アンドソ脱退し、ジャニーズ事務所を退所した後、米国や韓国だけでなく、中国でも活動が取り沙汰されています。中国のファンの中には彼のファンクラブに入りたいと思っている人も多いかもしれませんが、平野と神宮寺の飛べ介入が発表された7日には、 二人のファンクラブ入会を希望するファンがネット上での手続きに殺到し、一時的にサーバーがパンクしました。滝沢秀明氏はこれに対応して8日にツイッターで以下のように投稿しました。今現在もファンクラブ入会に並んでいる皆様から入会費は77にしたいとの声をいただいております。あております。 お約束はできませんが、できる限りの対応を検討しますのでお待ちいただければと思います。と、平野と神宮寺が戸部に加入した七夕の七日は、ファンにとって特別な日です。滝沢氏はこの思いを最大限に受け止め、ファンの要望に応えるための対応を検討すると述べました。中国のファンクラブが対象外となってしまったことは、 平野と人流時の中国のファンにとっては残念なニュースです。中国は人口規模やエンターテイメント市場の成長において非常に重要な国ですので、彼らの人気の源泉であるファンとのつながりを大切にする必要があります。戸辺はジャニーズ事務所に所属しながらも滝沢秀明氏が代表を務める独立した新会社です。 滝沢氏は自身の経験やノウハウを活かし、ジャニーズのアーティストたちに多様な活動の場を提供しようとしています。平野と神宮寺の飛部介入は、彼らの新たな挑戦の始まりであり、多くのファンにとっては期待に満ちた出来事です。このような状況下で、中国のファンクラブが対象外となってしまったことは、一部のファンにとっては心配材料かもしれません。 しかしながら、戸部はまだ指導したばかりであり、今後の展開によっては中国を含む他の国々へのサービス提供が行われる可能性もあります。戸部は日本のエンターテイメント業界において新たな局面を迎えています。滝沢市の経営手腕やアーティストたちの才能に加え、中国をはじめとする世界中のファンの支援や期待が重要な要素となります。 トベがより多くの国、続き、続きにサービスを提供し、ファンクラブの入会手続きも円滑に進められるようになれば、平野と人流時の人気はさらに拡大することでしょう。一方で、中国のエンタメ規制の厳しさや中国人芸能人のファンクラブが規制された経緯を考えると、トベが中国を対象外とした理由は、一種の慎重策とも言えるかもしれません。 トベが中国での活動やファンクラブの展開について検討を進める際には、現地の規制や状況を考慮しなければならないでしょう。しかし、中国での平野と人流寺の人気は依然として高く、多くの中国のファンが彼らの活動を応援しています。彼らの魅力や才能は言語や国境を超えて通用するものであり、 トベはそれを最大限に活かすべきです。トベが中国のファンクラブを開設するためには、中国のエンタメ規制や現地の事情を十分に理解し、適切な対策を講じる必要があります。中国のファンに対しては、トベが彼らの要望やニーズを真摯に受け止め、適切な形でサービスを提供することが求められます。 また、中国以外の国々においてもトベの展開が進めば、より多様なファン層とのつながりが生まれることでしょう。世界中のファンがトベを通じて、平野と神宮寺の活動を応援し、共有することで、彼らのグローバルな知名度や人気は一層高まることでしょう。トベの新会社立ち上げや平野と神宮寺の介入は、ジャニーズ事務所の枠を超えた新たなステージの始まりです。 彼らのファンクラブが中国を含めた様々な国々で展開されることで、より多くの人々が彼らの魅力や才能に触れる機会を得ることができます。戸部がこれからどのような展開を見せるのか、ファンクラブの入会手続きや中国での活動についても注目が集まっています。平野と神流寺の新たな挑戦と戸部の成長に期待を寄せながら、 ファンたちは彼らの活動を熱心にサポートしていくことでしょう。中国のファンクラブに関する状況は今後変化する可能性もありますので、戸部や関係者の動向に注目しながら、平野と神従事の活動を楽しみましょう。彼らの才能や魅力がますます多くの人々に知られ、愛されることを願っています。